どうも、岡剛です。ちょっとね、風強いですね。ということで、今日の動画はいつもね、僕旅動画だったりとか外に出ている時の動画があると思うんですけども、そこで、カメラをあるところに置いて一回戻って撮るっていうようなことを繰り返しているわけですよ。そのね、動画が少し残ってたので、そのあたりをつなげて、いつもこういう風に撮影しているんだよというような形でやってみたいと思います。これからね、もし動画撮られる方もいらっしゃったら、少しでもね、参考になればいいかなと思っての動画でございます。では、行ってみましょう。空のタイムラプスも撮りたいと思います。天気がいい。どうも、岡剛です。はい、どうも。とりあえず半分。よし。
瞬間移動いきましょうか。はい、到着、瞬間移動。はい、川。いかがでしたでしょうか。いつもね、こういう風に撮影しているわけです。行ったり来たりで移動距離2倍みたいな感じで、で最後はね、今日はこの調布の海というところ、また別の動画でもあると思うんですけども、まあ、こういったところを来てみましたという感じで終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あと Twitter、Instagram、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。めちゃくちゃ眩しい。逆光だったかな。